254ともし火の明石王と、これは明石でいいでしょう。いる日にか、こぎ別れなん家のあたり見ず。ともし火の明石王とにいる日にか、こぎ別れなん家のあたり見ず。明石王とは明石海峡。今、大橋がありますね。ともし火の明るい明石海峡に入っていく日に、こぎ分かれていくのだろうか、家のあたりを見ずに。もう行く橋見えません。それは確かです。はい、いやだから意外とやっぱりあれですね、あの愛妻のことを思ってるんですね。河原のね、河原の愛妻さんのことを考えてこの歌読んでますよね。さあ今度はさっきの八島の木です。所在地香川県高松市八島東町、指定国指定史跡、携帯古代三条、築城期天智天皇6年、また出てきましたよ、667年、築城者大和朝廷中野大江の王子がこの豊国ね、豊前の国にいらっしゃったんですから、大和朝廷は豊国にあったわけですよ。もうこれが福永説の、これ今でも復元されましたけど、すごいですね。この一番高いところ7メートルもありますよ、この石垣。これ島の周囲にかなり巡らすんですよ。古代ですよ、もう天智天皇667年ですよ。白村江戦に天智天皇負けてるんだったら、こんな城作る余力ないです。ところが瀬戸内海の島々にこの白村江の後にこれだけの城を築くだけの兵力、人力、資材、天智天皇全部お持ちだったんでしょ。通説の白村江にボロ負けした天皇さんだったら作れるわけないじゃないですかね。東白木から少しでも遠いところにね引っ越そうとしてもですよ、そのためにお作りになったと考えたって、もう経済的に作れはしないです。はい、私は説は違います。負けたのは筑紫の君幸山です。で天智天皇負けとらんとです。負けたのは実は後の天武天皇です。はい、こんなこと言よります。まだ続きますよ。雨盛る雛の間が自由恋くれば、明石の豊より大和島見よ。この雛のっていうのは中国側で東の異民族のことを遠いって言いますね。あの異ですから、でこれしかも大弓を引く人っていう象形文字ですね。だから雛のは東へのって解釈できます。で大和島は当然私にとっては九州島です。豊前の国でございます。そうすると雨盛る東への長い道のりをずっと今、この前妻ですねを恋い続けてくると、明石海峡から大和島が、この解釈です、見える気がするです。物理的には無理です。望遠鏡を持ってたって無理です。気がするでしょ。歌は全部読めませんもんね、そこまでね、五七五七して限られてますから。だからこれが解釈の解釈たるゆえんですよね。これでいきなり見えるって訳したらもう物理的におかしくなっちゃう。でこれはっきり言います、反対側のじゃあ奈良県大和が見えるのかと、これも見えないです。だからやっぱりこれは見える気がするです。どっちであってもね、見える気がするです。もう兵庫県まで来たらもうとてもじゃないけど九州見えないです。彦山の頂上だって見えないでしょ。ちょっと難しいですね。はい、今明石大橋が建って、はい。三ノ岳の頂上の問題。うん。上の先で、それは見えましたね。私も登りましたけど。ですよね。じゃあそんな高い山もないところじゃ、船の上からじゃもう絶対山と島見えるわけないですよね。どっちにしてもね。はい。だからこういうところは私一応気使ってるんですよね。やっぱこういうあの歌は五七五七七の因数率が限られてますのでね、だから細かいニュアンスは
やっぱ解釈に加えていくべきだと思っています。見える気がする、いやこれでいいんです。これが人丸さんの心情だったわけです。ちなみに、はい、例えば船の、通常の人間の背の高さぐらいの船の方から見たら見える14キロ先が正解、14キロですね、もう絶対14キロの丸が水平線になるんですよね。はい、ありがとうございます。さあ、雪の歌、これが8首目です。これですよ、これ。気比の海の庭よく嵐、刈り込むの乱れ泉ゆ天の釣り船。気比の海の庭よく嵐、刈り込むの乱れ泉ゆ天の釣り船で、気比の海は福井県敦賀湾と私はっきり書いておりますね。さっきの、中西先生の地図、こんな淡路島の西海岸で気比の海、違います。すると、さっき言いましたように加古川まで来ましたよね、加古島。ここから加古川遡りますね。分水嶺越えます、兵庫県を北に向かいます、縦断します、丸山川に移ります、丸山川下っていきます、日本海側出ます、そして気比の敦賀の方へまた船で行けます。この講座3回目でしたか。神宮皇后やりましたね。これ神宮皇后さんの制裁の反対コースでしょ。まるっきり裏返しですよ。つまり天智天皇さんは白村江戦の戦いで新羅等と連合して倭国本朝が負けるのを待ってて、それで自分が天下を統一なさった。そして自分の王朝は神武天皇から始まるんだけど、途中神宮皇后が気比の敦賀から出てきて豊国に君臨遊ばした。その過去の歴史を知ってるから、自分が新たに西日本のほぼ全域を自分の統治下に置いたということで、これでまさしく国見なさったんでしょ。これ遵守ですよね。だから神宮皇后の出発点まで行かれたという可能性を私ここに見たわけです。だからここの気比の海がやっぱり敦賀の海でないわけがないんですよ。これ通説のように、さっき見ましたように、これ大阪の浪速から出て行って、だから淡路島のこんなところに気比の海を置かざるを得ないわけですよ。これが通説の盲点です。全然筋道が立たない。いや、だいたい天智天皇と柿の元の人丸の一行が何しに行ったかという目的を見えてくる。これは西日本の要を抑える旅ですよ。だって天智天皇は初めてほとんど全国区っていうんですか、倭国本朝が唐の占領下に入っちゃったから、太宰府が。だから本当はもう茨城県までの辺りまでが倭国の領地ですから、それを治めになった。だから最低限この時、西日本側の神宮皇后がお出になった気比の敦賀まで旅されて、それで瀬戸内海の島々には要所要所に城を築かれた。その伊予の国、愛媛県に残る伝承と、それからこういう記録、伝承と合わせていったら、人丸の歌、旅の歌っていうのが溶けてしもうたわけなんですね。溶けちゃったんですよ、ここまで。いや、いいとこばっかり写真撮ってあります。綺麗でしょ。はい、ここまで行かれたんですよ、天智天皇と柿の元の人丸さん。歌には天智天皇は君としか出てこなかったですけどね。さあ、帰りがございます。キロがね、2種しかないんですよ。活気の琵琶湖通りませんでした。本当にどう考えても加古川で止まってますんで、鹿児島で。そこからも加古川に入って、それは分かりません。それがないんです、帰りの歌には。だから帰りの歌ぐらい琵琶湖通ってほしいんですけどね。ないんですよ。削られたのかどうか分かんないですけどね、雪が8種もあるのにね、帰りは2種しかない。はい、だ
から万葉集が全部揃ってるとはやっぱ限らないんですよね。はい、それじゃあ303番飛んじゃいますよ。柿の本の遊び人丸の筑紫の国に下りし時に、もう言葉がこれですもんね。筑紫の国に下りし時にです。海地にして作れる歌2首なんですよ。そして303番が泣くわしき稲見の海、もう稲見まで戻ってきちゃってるんです。稲見の海の沖津波、知恵に隠りぬ大和島根は。稲見の海は加古川市沖、また加古川市なんです、いきなりで。大和は大和なんですね。はい、原文こういう字が当ててあります。大和と書いてこれで大和って読ませますね。大和の表記は実に十数種類ありますね。で、名も美しい稲見の海の、ここに稲見町って今でもあります、加古川市の隣に。稲見の海の、沖波の知恵の中に隠れてしまった大和の島影はってことで、さっき言いましたけどまだ見えないはずです。なんか大和の島影がちらっと見えたような気がしたんでしょうかね。そしたらもう早くも波に隠れてしまった。もうこの時人丸さんは天智天皇も同じように思われたかもしれませんけど、もう目的がある程度片付けば、もうやっぱり早く大和に、豊の国に帰りたかったでしょうね、お二人してね。そういう歌だと考えております。どこの地域にも、そうですね、牛尾さんみたいないいカメラマンがいましてね、本当に美しい写真いっぱいありますね。インターネットいくとありがたいことですね、皆さんのおかげです。さあ、これ極めつけです。304番、有名です。大君の唐の帝とありがよう、島とを見れば神吉おもほゆ。大君の唐の帝とありがよう、島とを見れば神吉おもほゆ。島とは恩賀町島と、神代は国海の頃。ここにありますね、島と見えます、ちっちゃいですが。これ私の説とよく似た人のサイトから持ってきてあります。これが久喜の海、ホラの海ですね。神宮皇后の時にもこれ使ってます。こう恩賀湾があります。はい、こう進みますね。ここににぎたがありましたね。この前にぎたずやりました。にぎたずに船乗り船と月ばてば潮もかなえに今は小木寺です。はい、そしてもう一つ大事なのがここですね。ここに殺す絵という地名があります。水巻町の図書館の上です。かつてここ島でした。これがかの有名な小野ころ島であります。これも私の説で、数年前に、北九州古代史研究会でも出しました。これ安徳天皇のことになってますが、島との向かい側に大君ってあざもあるんですよね。これ北九州市でしょ。芦屋町まだギリギリ、北九州入んない、まだギリギリ芦屋町。はい、ありがとうございます。はい、はい、さあ、その島とまで戻ってきたわけですよね。そこからこの小野ころ島がもう見えてますんで、多分やっぱりイザナギイザナミ神話のことを人丸さんはやっぱり読まれたんじゃないかと思うとるわけです。はい、訳です。大事なのはここですね。天智天皇の遠祖当帰親の朝廷として肝心たちが通い続ける海地の島とを見るとイザナギの国海の神よが思われることだ。もうここにはですね、歴代の神々の跡がいっぱい残されてるんですよ。イザナギイザナミとどまりませんね。天のおしほみみの御事、それから大物主、それからにぎはやひ、私が言う男神アマテラスですね。その神を全部ひっくるめていいと思います。その神をから
そして初代仁王の神武天皇、そこから途中に神宮皇后、その前に卑弥呼、大和、武尊とかいましてね、歴代ずっと続いてきて、豊国の今の金城陛下が天智天皇であらせられるわけです。その神代からの流れを受けて、今天智天皇が、東国の方を見て遵守されて、今お戻りになって来られたけど、この遠祖以来のこの土地に今金城陛下天智天皇は君臨遊ばしてるんだという、これは天智天皇来参の歌ですよね。神代からずっと代々つながる、そういう歌に思えるわけです。ここにはっきり小野黒島って書いてありますね。潮、航路、航路、航路に矛の末から落ちたわけですね。だからこの 地名黒末っていうんです、うん、まあ、 別の意味で有名ですね。早く言っちまえば殺せちょっと物騒な言い方になりますね、はい、しかしこれなんと古事記の一節からついた地名でしたよ。殺せ、コーロ、コーロ、コロ、ここの先、末って字書いてあります。コロ、末、見事でしたね、はい、これも北九州古代史研究会にいた、これは秋竹さんから教わったんですね、はい。